モリモリ国へようこそ。じゃじゃーん、ドゥルルル。はい、これね、ホシーワンっていうキャラクターで、千葉の、千葉駅のなんか商店街のなんか、シーワンっていう商店街があるんですけど、駅のすぐ近くに。そこで友達と見つけてしまった超かわいいホシーワンですね。これなんで私わざわざ今回の放送にこのホシーワンちゃん持ってきたかというと、せっかくなので皆さんにお聞きしたいんです。私ね、このキャラクターすごい好きで、周りの人にめっちゃこのキャラクター可愛くないっていう風に勧めたりとか、こう自慢したりとかするんだけど、みんな口を揃えてなんかね、微妙とか、なんかちょっと色キモくないとか、なんか微妙な顔してないとか言って言うんですよ。よく見てほら、超めっちゃ可愛くない、まん丸でね。こんにちは、こんにちは。そう、ちょっと抜けちゃってるけどモリモリポエムということで、モリモリポエムさんです。はい、こちらですね。どんなお題かというと、3回目のデートで海に行くことになって、女性が手作りのお弁当を作っていくことになった。この状況を男性、女性どちらの側からでも詩にしてください。男性の期待、献立に思いを巡らす女性、料理が苦手な女性はどんな気持ちなんだろう、いろいろ考えられると思います、というとっても素敵なねポエムのお題をいただきまして、今回もそれを紹介していこうかなと思います。まずですね、こちら言い出しっぺで提案してくれた大友さんが考えてくれたモリモリポエム、早速読んでいこうと思います。ちなみにこれ短歌らしいです。短歌、短歌って知ってる？これよ、読ませていただきます。男性が料理が苦手そうに見える彼女の心配をおもんぱかって読める歌らしいですね。いきますよ。大丈夫、君の作ったものならば僕にとってはごちそうだから。いいですね、これね。いいね、何でもいいのかな。私これなんか気になる、すごくこういうのって。自分の作ったものをごちそうって言ってもさ、ものすごいまずくてもみんなどうする？みんな言う？これ言います？これこれこうした方がいいっていう。要するに、例えばもうちょっと、もうちょっと塩味が効いた方がいいねとかかな。どうなんだろう、どうなんだろう。うまいこと言いますね、さすがですね。あ、そう言ってもらうといいですね、確かにね。それはいいかもしれない。直接ね、ここまずいよって言われるんじゃなくて、まあ、これこれこういう風にした方がいいんじゃないの、そういう方が好きだよって言われて、ちょっとね、確かにそんなに傷つかないですね。おー、すごいね。言った方がいいけど言えないパターン多そう。で、私も早速これで考えてきましたので、聞いてやってください。いきますよ。これは、女性の方ですね。女性の方で、まあちょっとね、ちょっとね、ロマンティックアサリガジョリーでいきますよ。いきます。誰かに料理を振る舞うのは緊張する、ましてやそれが大切な人だったら。家で作った料理はいつでも家族が平らげてくれる。今までいろいろな料理も挑戦してきたけど、手慣れたメニューに緊張するのは、美味しくないって言われたらどうしようって思うから。女性はきっと大好きな人に美味しいものを食べさせてあげたいって思う生き物。海の見える公園で開けたお弁当箱、不安そうな顔をしてしまった私に、宝物がたくさん詰まってるねって笑って見せた気に、ひょいと唐揚げつまんで口に入れたら満面の笑顔。これうまい、どんな隠し味入れてんのって聞いてきた君に私は言った。たくさんの愛情を詰め込んだよ。じゃじゃーん、どうこれ、どうこれ、ロマンティックアサリーガジョリー。